こちらが2人のチャンピオンのいるインタージムなんですけれども、おー、皆さん練習されてますね。非常に味があって、なんか歴史を感じるジムですね。鹿児島市に2カ所あるインタージム、キックボクシングと英会話を学べるスクールです。キックボクシングと英会話の取り合わせですか。あ、こちら英会話。へー。このインタージムに所属する2人がプロとアマの九州王者になりました。今おいくつですか。僕は24歳。24歳。はい、普段は何をされてるんですか。普段は車関係の。20歳からキックボクシングを始め、昼は仕事をしながら夜はジムに通っています。痛いし怖いし、けどやっぱやってて思ったのが、強い人ってなんかみんな優しいなって。でそれでなんか自分もそういう人になっていけたらな。キックボクシングを始めて4年目の今年5月、初めて天野九州王者に。自分のみんなもこっちに着いた時に拍手とかしてくれて、もうめっちゃ嬉しかったですね。やっぱりなってよかったなっていう。一方、プロとなって2度目の九州王者に輝いたのがこうきさん。鹿児島を拠点に全国各地で試合をしています。実は結構有名な方とも戦ったっていうのを K-1 に出させていただいて、はい、アンポ選手だったり、あのアンポ選手ですよね、はい、ブレイキングダウン僕も好きで見てるんですけど、残念ながら試合には敗れてしまったそうですが、 K-1 の舞台でも戦っています。どうします？やります？いや、ちょっと娘と息子の顔が出てきました。パパ行かないでねって、パパ行かないでねってな。スタジオには伝わってないでしょこれ。本当怖いんですけどマジで。頑張ってください。ね、現場はすごいよね、多分ね。古傷を見せて軽く拒否しつつも、スポーツキャスターとしての意地もあり、キックの凄さを体験することに。お、受けるの？みたいですね。はい、来る時に下に押してあげる。あまり落ちすぎてもいけないですよね。まあ多分もう押した方がいい。大丈夫ですよ。今ので何パーですか？1割2割とかで。います。ミースポールためです。今なら間に合いますよまだ。大丈夫。いや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 、これを生で食らうんすか。えぐっ。ほんと浮き上がってる。こうきさん、挑戦者として臨んだ先日のタイトル戦では1ラウンドで3回のダウンを奪い圧勝、2つ目のベルトを手にしました。この先の展望というのはどこまで考えてますか？そうですね、やっぱり関東の試合にも一回出て、まあ、いい結果を残せるように頑張っていきたいと思います。こうきさんとかもすごい活躍してるし、また機会があればプロでもちょっと考えていきながら、はい、プロになるかはさておき、せっかくですから宮下さんにもやってもらいましょう。ありますか？じゃあ今度蹴りいきますね。はい、すね全部がこの2つに当たる感じで、すね全部が明日天気なあれぐらいな感じ。まず軽く明日天気な。そうですね。そう、足伸ばし切りましょう。ああ、いいですね。おお。さすがですね。はい、そうなんです。特に背泳ぎのバサロで鍛えたキックが絶賛されていました。いやー、しんどいよね。きつい。ちゃんと使ってくださいよ本当に。やってんですか？使ってますよ。インタージムでは本格的なものからフィットネスなど体力に応じたさまざまなコースがあります。また9月にはキックボクシングのイベントも予定しています。7月と9月に鹿児島県内でキックボクシングのアマチュアの大会があります。インタージム生も出ます。ぜひ来てください。皆さん待ってます。